寄ってってほしいにゃ。うちの洋館は美味しいにゃ。そうか。じゃあ寄っていこうかな。嬉しい。1名様ご案内にゃ。<笑>あ、お疲れ様にゃ。しっかり働いてるようだな。もちろんにゃ。あんまりアコギなことはするなよ。心配いらないにゃ。じゃあな。時代が江戸から明治に入り、新政府の西洋近代化の方針により、京都で万博が催され、この国は急激に変わろうとしていたのでございます。生命猫丸、種別化け猫、出身上海、年齢300歳。あなたは妖怪人別帳に登録されました。おめでとう。これからは許可証は常に携帯するように。不携帯は重罪として罰せられます。はいや。ちょっと留守にしてる間に京都も随分と変わったな。郵便です。ありがとう龍之介。お、許可証もらってきたのにゃ。さすが文明開化。妖怪も人間と同じように人別帳に登録できるとはね。これでにゃも人間と同じように暮らせるってわけにゃ。はあ、今まで闇の世界に暮らすしかなかった妖怪たちも堂々と一緒に暮らせるってわけだ。世の中も随分開けたものだな、猫ま…猫丸？お姉さん、もうワンセットお願いにゃ。はい、お待ちください。何してんだ猫丸。猫なのにワンセット。そうじゃなくて、だって今日からニャーも人間と同じように買い食いしたりできるって言ったにゃ。か、金は。にゃい。お待ちどうさま。金が。どうぞ。にゃ。なんだ。ああ、機動新選組でしょ。新選組。ああ、無許可妖怪を捕まえて人別帳に載せるのがお仕事だと伺ってます。無許可妖怪。猫丸、行ってみようぜ。うまかったにゃ。待て、無許可妖怪。今日の治安を乱す者はこの機動新選組近藤優子が許さない。えて。なんだ、小がっぱ一匹かよ。お前、早いとこ役所に行って教科書もらってこいよ。くえ。お？心配すんな。別に取って食ったりゃしねえや。くえ。
だから何もしねえって言ってるだろ。うえ、待って、この下品な笑いはミキ。古きを訪ね新しきを知る、慶長不白の世の中に一人差を指す美少女こと早乙女ミキとは私のこと。姫の御身をお守りする華麗なナイト、田中右近。鈴木左近っす。鍋には白菜っす。この場は私が仕切らせていただきます。お前ら毎度毎度邪魔しやがって。ごめんあそわせ。そのカッパ妖怪、国際妖怪保護機関ツバメ組の名のもと保護させていただきますわ。保護だと何ふざけてやがる。お聞きなさい、そこのカッパ妖怪さん。妖怪人別帳とは、新政府が妖怪の自由を奪おうと目論んだもの。ざけんな、でたらめ言ってやがる。あら、本当のこと言われて怒ってるんですの。妖怪人別帳は妖怪と人間を同じに扱おうっていうありがたいもんなんだぞ。妖怪退治屋の言うことなんか信じられませんわ。俺たちは京都の平和を守る機動新選組だ。おだまり、うるさい、このタコ。なんですってこのアホ女が。タコじゃなきゃイカか。まあまあタコよりイカって、ほら。待て、左近。どしこい。しつこい。追いかけますわよ。見失いましたわね。そこの男、ここらでカッパ妖怪を見かけなかったかい。おー、それならさっき山の方へ向かってたよ。行きますわよ。はっ、ちょ、ちょ、もういいや。さ、怖い人たちが来ないうちに早く家にお帰り。ふえ、ふえ。おい、お前。お？今無許可妖怪を逃がしたろ。そう。小がっぱなんか知らないのにゃ。ねほまる。にゃ。いっか。今度無許可妖怪を見つけたらちゃんと役所に連れてくんだぞ。機動妖怪アーム大型砲の威力は完璧です。私はこれでいい。それじゃあこれを使ってください。これはありがたい仏像を潰した銃弾です。妖怪には効果てきめんです。仏罰が下るぞ。近藤さん。お涼さんは帳面の整理じゃないですか。それが何か。いや、また村正夫ちゃんでさ。あ、どうした近藤さん。いや、これには深いわけが。ご苦労様です。怪我がなくて何よりです。なんだ、てっきり小言くらうかと思ってたんだが、今日のお涼さん優しいな。確かに何か秘めるものでもあるのでしょうか。よいしょ、よいしょ。はい。あるうらら、桜のつぼみも膨らむ季節。なぜに乙女の胸だけはつぼみの。うん、近藤さん。よ、起きた。相変わらず胸小さいな。やめてくださいよ。もんで小さくなるもんじゃなしっていうか、これ以上小さくなりようないしな。近藤さんのバカ。
近藤さんもそろそろ乙女のトラウマの怖さを知るべきですね。お釈迦様でも有馬の湯でも起きたの胸には聞きゃしないってな。ったく起きたのやつ、はあ、風が気持ちいい。ここかにゃ。おい猫丸、確かめるにゃ。ん、にゃ、猫丸。うわお、おい、そこで何してる。お前はさっきの、そこを動くなよ龍之介。逃げ足の速いやつ。覗きですか。ああ、昼間無許可妖怪を逃がしたやつだ。何やつでしょう。はいはい、どいてどいて。うわ、すげえごちそうじゃねえか。勝手に食べちゃダメですからね。何か大きな仕事でも入ったのか。うちは相変わらず大赤字です。今日は社長のスペシャルゲストがいらっしゃるんです。スペシャルゲスト。ええ、社長の実の息子さんが会社経営のテコ入れのために留学先の上海から帰っていらっしゃるんですって。へえ、お嬢さんに実の息子さんが。それで小言が少なかったのか。なるほど。しかしお涼さんの息子ということは坂本龍馬の子供でもあるわけですよね。きっと背はお父さんにですらりと高いんでしょうね。それでしまった体は筋骨隆々たくましくて、お友達はお涼さんに似てイケメンで。でもよ、そいつと結婚ってことになったらお涼さんをお母さんって呼ばなきゃなんないんだぞ。毎日おこごとでしょうね。せっかくの乙女の夢を。さあ、皆さんも暇だったら手伝ってくださいね。あ、また間違った。遅い、遅すぎる。何かあったんじゃなきゃいいんだけれど。天つかみ国つかみ織りませまし。いでよ沼の主。誇り高き妖怪の中の妖怪、カッパブチの大合羽よ。新政府に組みし妖怪の自由を奪おうとする機動新選組のやつらがお前の仲間を捕らえたぞ。これ全部源内さんが？ええ、すごいな。変な発明やってるよりこっちのは役立つんじゃねえか。冗談はやめてくださいよ。そうですね。源内さん、いつも土方さんの当番の時手伝ってますからね。おい清美、そうなんですか。なんだ、そういうことか。いや、ほら、土方さん味音痴ですから。そうだっけ。あ、そっか。だから近藤さんの料理を普通に食べられるんですね。おい、ちょっと待て。納得です。納得するなよ。それで、その息子はいつ来るんだ。もうとっくについてなきゃいけないんですけど。楽しみです。しっ、待て。ん、誰かいる。ダメだって言ってるだろ。だってもう我慢できないのに。京都についてまだ食事してないのに。嘘つけ、さっきケーキ食ったろ。あれはデザートなのに。やめろって。一口だけにゃ。一口がでかいんだから。何言ってるにゃ、こんなおちょぼ口なのに。あー、丸ごと食べて。別腹、別腹。誰だ。またまたお前か。逃がしませんよ。こっちもダメ。だから止めたろ。ゴロニャー、ニャーはただの猫なのに。猫丸。嘘つけ、妖怪許可証つけてるだろ。バレとるニャー。待て、話せばわかる。問答無用。の、あ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 
緊急指令発令。ミブデラ天国層付近に無許可妖怪出現。今度さ、仕方ない、行くぞ。この人どうするの？妖怪の方が先だ。待ってよ。ごめんなさい。お、行くぞ、猫丸。新選組に捕まったと吹き込んでやったら、やすやすと信じ込んでしまったわ。さすが姫様っす。大合羽は妖怪人別帳を作る新政府のやり方に反発してますから、新選組の名前を出したら簡単に騙されましたね。新選組を潰し、新政府のやり方に反発している妖怪たちの信頼を集めればどうなるっす。我がツバメ組が世界を支配するようになるのですわ。おおそこまでだ妖怪。熱き思いを胸に抱き、誠の旗に集いし我ら機動新選組参上。出てきましたわね。さてお手並み拝見といきましょう。なんだ？すごいのにゃ。日本の妖怪にもあんなすごいのがいるんだにゃ。あんなやつを3人だけでなんとかなるのか。株式会社といってもうちは零細企業。私の新発明が完成すれば機動新選組の名に恥じない体になるのですが、今回は大丈夫ですかね。大丈夫です。あの3人の父上たちは侍の魂を持った最後の3人、近藤勇、土方歳三、沖田総司なんですから。今回こそ。あ、借金が。話し合いってわけにはいかなそうだね。近藤優子、行くぞ。土方歳三、参る。救急如立よ。頼みます、式神の皆さん。はーい。一緒じゃ。でかした。で、あし助かったぜ。油断するな、来るぞ。普通の弾ではさすがに歯が立たない。しかしこのレーダーなら。にゃんだがこっち向いてるにゃ。早く逃げ出した方がいいにゃ。しかし源内さん、あれ霊剣新たかな仏像を潰したものじゃなかったの？いやー、私も偽仏像をつかまされたらしいですね。バカ野郎。また失敗か。13連敗です。無念。大丈夫か。あれは
ばい。くえお前はくえ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 。助かった。一時はどうなるかと思ったけどな。近藤さんは考えがなさすぎます。そうか、あの時の。何？嘘。それじゃあ、あの人がお涼さんの息子。母上。お帰りなさい、龍之介。はい、母上。くえ。今日のところはこれぐらいにしておいてあげますわ。とう！あいつがお涼さんの。人の顔見てなんかひそひそ噂してるみたいなんだ。それはきっと龍之介がいい男だからね。そうか、そんならいい。次回、機動新選組燃えよ剣 TV。 乙女の髪に触れも見で。本当はにゃ、龍之介が上海に帰るのを防ぐため近藤たちはなんかとんでもない作戦を練ってるにゃ。それ本当か。おみゃ。